はい、はい、どうも。はい、どうも、しんのすけです。しんのすけでございます。結局、眠たいくせにちょっとだけ延長しました。しんのすけです。よろしくお願いします。通訳来る予定なかったのに、通訳する予定もなかったのに。はい、ということで、クソババアさんと、アイオシルさんと、ポッポさん、マナさんと、よろしくお願いします。私は悩んでおるよというお話でございますが、方針がね、自分の中で何て言うんですかね、そのポリシーというかみたいなのがあって、そこがね、こう、そこをなんか揺るがせるのが、揺るがしたくないというか、やっぱりこう自分の中の一本槍みたいなところがあって。翼さん、はたいとうございます。しんのすけです。はじめましてですよね。よろしくお願いします。よろしくされたけどすごく眠たい、どうしよう。まあ10分ないし15分ぐらいで終わるからよ。ちょっとぐらい目開けとけよ。俺も寝たいところを我慢して配信したからさ。 我慢したって言い方な。 風邪ひいてしまった方が楽な気がするな。塩葉さん、どうも。ハート1個だけくれる人の人。 はい、瀬崎さんもどうもです。イベントに負けて泣かないからですか、俺が。泣かないからですか。大体、諦めちゃうもんな。もうなんかすごい額になってるからやめましょうって言っちゃってるパターンが多いからな。諦めたくはないんだけどね、毎回ね。カリンさん、はたいとうございます。結局今回もそうなるのが嫌で、そう、もうそれもあるから、自分は、やらない方がいいのかなって思って。やりたいという気持ちは全力であります、もちろん。あとはね、俺の気持ちだけじゃない部分をどうにかできるかないね。我は学生で常に財政難なので何とも言えないですけど、その時ハートもいただけ頑張る人がいます。ああ、全然大丈夫です。あるやつが遅れって。遅れって。さあ、さなさん、はたいとうございます。はい、どうもです。ていうのや、例えばツイッターにイベントに出たいと思うんですがどうでしょうかみたいな、例えばアンケートをするじゃないですか。だいたいね、見に来ねえやつがね、回答するんだわ。そう。見に来ねえやつが答えてるアンケートに何の意味もないやん。見てくれてる人たちがどう思うかによるからや。そう。だ、ツイッターのアンケート全くもって意味ないのよね、毎回やるけど。エリーザさん、ハットありがとうございます。どうなんだろうね。あれ結構いいですよね、でもね。なんかここ最近ずっと LINE LIVE の広告イベントってすごいいっぱいあったけど、なんかこう、どれもビジョンでや、上の方に出るような、やつばっかやったから、そう、今回はちゃんとなんか壁に印刷されるタイプじゃないですか。めっちゃいい広告だなと思うんですよ。出たいなーって。出たいなーって。なんか広告イベントどれかしらは出たいなと思ってたんですよ。そう。それ思ってて、今回これになったんで。悩ましい。出るんはただか。出るのはただか。スタントスーとしてないんけどや、そもそもに。俺は、そうだ、企業自己完結しちゃってて、
そのイベントに出たいよって話してて、じゃあイベント出たいなと思ってて結局出たいだけで終わるパターンが多いんですよね。はい。で出たいなって思いつつも、でも結局これイベントの額すごいことになるよな。でもそうなった中で俺1位になれないもんな。じゃあやめようってなるんですよね。かといってじゃあ1位にさせるためにお前らめちゃくちゃ課金しろよっていうのも、なんか俺の中ではそれはちょっといやあんま好きではない言葉で、って考えたら、ああもうめんどくせえ、出るのやめようって思ったりとか、まあやりたくてもやっぱりもうそうやっていろいろ考えるぐらいだったらやらない方がマシだなって思っちゃうんですよ。そう考えてこう自己完結するんですけど、ももさん初見よろしくお願いします。しんのすけでございます。はい、どうもです。ラッドウィンプス。はい。何の顔やねんってね。はい、ゆかりんごさんどうも。やってみましょうって、やるのはただだか。どうしたの。いやイベントなんかこのまあこの広告イベントに関しての話もそうなんやけど、まあ、プラスその自分がやりたいなと思いつつやらないようにしてるっていうか、そのやらないようにしてる、どういうことだ。モーさんイケメンですね。見る目がないね。ありがとうございます。せいちゅうさんはね、あの日頃の行いですね。そうだ、スタンスとして自分はイベントに出ることに関してもうやりたいと思ったことを何も考えずにスッと出てしまった方がいいのか、それとももう自分今までそうやってこうあんまりお金を使わせたくないみたいな話をしてたじゃないですか。あんまり使わせたくないからこそそのやっぱりあんまり出ないようにしようみたいな、そういうのみたいなスタンスやったわけですよ。どうしたらいいんだろうってどうしたらいいんだろうって考えずにやりたいことをやればいいんでしょうか。考えすぎですかね俺が。まあそもそも普段の配信のこのスタイルでなんか何かをしてあげれてるわけじゃないんで、それに対して何かしらの対価をくださいっていうのはちょっと間違ってるなとは思うんですよ。と思いつつねえあんまり数イベント数出るようなのはあんま好きじゃなくて、チャレンジしない方が後悔します。わかる。出なかったイベントでめちゃくちゃいい人が少なかったやんこのイベント、ワンチャンこれ1位になれたのにってやつめちゃくちゃあったなめちゃくちゃあったな、あったなと思う。難しい、私たちのお金のこと気になるそうなんよね。そもそも気にするようなところではないんやけど、例えばあなたたちがじゃあ1人1万円分のギフトをくれたとするやん。でその1万円分のギフトが功を奏して1位になりました。それは多分意味のある1万円になるじゃないですか。でもでもそれはでもあれか、俺の使い方によるんか。そうでも結局その1万入れてやってくれたのにその1位になれなかったってなると結局はもうなんか、まあ、死んでしまうような気がするよね。そうっていうのがちょっとあって、どうなんざましょう。夢に向かって、夢、俺の夢ってなんだとりあえず楽しいことしたいだな。俺がこう経験できぬような、ないような普通じゃ経験できないような楽しいことをしたいやからな。そう俺のあれは、じゃあこれ前髪どっちなのこれ。はい、それを応援できるの嬉しい。フランプールとかのやつは結局あれはまあなんやろ、まあ結果的にいい形には終わったけど、どっちかといえば俺が嬉しかったっていうパターンの方が大きかったから、みんなにその嬉しさっていうのもだから共有できてたのか分かんないですけど、ももさんありがとう。キャンディー、センキュー、ありがとうございます。無駄にしたとか思わないですよ。
入れるのは勝手だもんな、みんなかな自分がやりたいからやってます。その考えが間違ってるのか、その無駄にさせるみたいなのが俺は思っちゃうわけよ。例えば、まあ、まあ何のイベントとかもないんやけど、あの明らかにすごいギフト額になってるイベントあるじゃないですか、 1-2 争いみたいなのところで、もう3位と2位の間がもう30万以上離れてるとかあるじゃないですか。でもなお課金をめっちゃされてて、なんかすごい順位が下でグニョって入れ替わっとってみたいなパターンあるじゃないですか。あれを見ると無謀なのにって思っちゃうんですよ。そうやのにもう課金をさせてるやんそれみたいなのを考えた時に、そういうのを見るとうわって思っちゃうのよ。これそう、うわって思うと自分はそうならんようにせなあかんなって思っちゃうのよ。そうだから自分がそう思ってしまってるからだよね。そうどうなん、勝ち目がないと思っても最後まで やった方がいいの俺今までそのパターンで諦めてきたイベント何個かあるし、やってる最中に諦めてしまったこともあるし、そっちの方が失礼やと思うけど、うん、そっちの方が失礼やけど、うん、でもそっからめちゃくちゃ無駄にこうめちゃくちゃ課金額増えるよりはマシかなと思って、そこでストップをかけてたんやけど、1位にならないで無駄だと思う人まず課金しないと。まあそうやね。でもみんなは自分がギフトを送った人が1位になりたいと思って送るんですよね。なれなかったああ残念で終わるんですか。まあお金返せなんていう人なかなかいないと思いますけど、どうなんでしょうね。やべえとか言ってた、15分以内で終わらせるっていうリミットが来たな。うん、だからこれもし参加するのであればもう最後までやりますし、慣れなかったらもうねもうなんかただ単にギフトをもらっちゃっただけになるんですけど、じゃ あの最後の結論を出しましょうか。私はどうしたらいいですか。もうこれの今回のイベント、その広告のイベントだけじゃなくて、これからのイベントの姿勢として、俺がやりたいと思ったことは自分がやりたいとして参加をしていくのか、もう相談とかなしに、私はこれがやりたいだからみんなそれに対して応援してくださいっていうか、まあ課金せか金を払えみたいなスタイルの方がいいですかね。俺は考えすぎだってことでいいでしょうか。ギフト送ってくれんって喜んでる推しの笑顔描いてダメ女やそれはダメ女、それはダメ女だよ。うん、なんかあの考えがちょっとずれてるよそれは。やりたいことをやればいいか。うん、まあそうだよな。まあ結局お金を使うあれに関しては1ヶ月に1個しかイベント出ないっていうのものなら、これだけに的を絞ってるのに諦めたらいけないんだよ。別に1ヶ月に1個しかっていう決めはないんやで俺。別に何ヶ月も出えへんってこともザラにあるから。そう、うーん、考えすぎ。結果的に俺がギフトを煽る系配信者になった場合、あなたたちはついてくるんですか。そこなんだよね。結局だってイベントに勝てなきゃ意味ないから。そう、とりあえずじゃあまあこの広告イベントに関してはまあずっと出たいなと思ってたんで出ることにします。はい、のでよろしくお願いします。明日以降から、はい、今日はもう寝るんで明日以降から、はい、お願いします。いやーな、
ついていきます。真帆さんありがとう今日来たばっかなのに、まあ送れる分だけ送ってくれたらいいです。はい、送りたいって思えるような配信を俺がすべきだと思うので、はい、あ、モホさんありがとう、キャンディまあね、明日以降からまだエントリーしてないんで、はい、まあこの配信終わったらエントリーして、まあ、明日以降から頑張っていきます。配信の枠はまあそれなりに増やしますし、イベントに出る時は自分の中で何かしらの縛りを入れていこうかな。じゃあ毎回、例えば前のね、ファコの時は自分がダイエットして何キロまで痩せるみたいなとかあったし、だからイベントに出るイコール自分が配信で企画をするみたいな感じで、なんかプラスアルファみんながこうギフトを送りやすくなれるような配信をするしかないですね。うん、考え方ですよね、そこもね。モニカさんありがとうございます。まだいただきます、ありがとうございます。うん、頑張ってください今日来たばっかりけどね、よろしくね。はい、まあハートポイントでもいいんでいただければと思います。ゴリゴリイベントに参加します、応援してください感を出すのはあまり好きじゃないんですよ。うん、もちろんでも出たいには変わりないので、って言ってこの配信終わってやそのイベント見に行くやん、めちゃくちゃすごい人が来とって1位がその人になってるってなったら俺もちょっと考えるでうわーってなるで、もうその瞬間にあーあやめようかなってなるでなりそうだな、なりそうな気がするけど、うん、まあとりあえず頑張ります。はい、ちょっとじゃあそれはちょっと待って、今確認していい、とりあえず今確認して、今咳出たわ。真帆さんおやすみ、おやすみ。クルーズペアランチ券にした方がいいから絶対しない、もうクルーズ乗りたくないし、ちょっと一応確認しておきます。ああ変わってないな、これ最後の方に一気に来るやつかな、そういうやつなんかな、いや、うん、出ますてかもう今エントリーをします。はい、え、パラシュートギフト、ちょっと待って、まだイベント参加してないのにありがとうございます。モニカさんはイベント参加してる参加してない関わらずに本当いつもありがとうございます。いやもうね、その課金に関してのことがすごいモヤモヤしてるんですよ俺ね、はい、ありがとうございます本当に。じゃああれエントリーの、あ、ここだ、じゃあエントリー押しますね。ああもう、じゃあエントリーいきます。イベントあれなんだ、始めた瞬間から入るようになったんや、もっと早く教えてよかったモイカさんが車に教えてよかった、失敗した。ギフト送るときにキランとするのが好きキランとするね、なるほど。わかんないけど、俺高額ギフト送ったことないからキランがわからんけど、うん、エフェクトが好きってことですね。まあでもなんかあれですよね、高額ギフトを送るときにエフェクトがやっぱりそれなりに特別感があって出してほしいですよね。よろしくお願いします。これでも今この枠で反映するかがわからないんで、そう
ちょっとこの枠はやめといてください、とりあえず不確定要素の時にやるのはあんまりあれなんで、って言って愛を知るさんめちゃくちゃくれるけど、まだわかんないんで、そう、もしかしたら反映されない部分かもしれんし、まあ、だとしたら怖いので、はい、せっかくさっき送ったのにみたいな感じでなるとね、大変なんで、はい、ちょっとこの枠はやめといてください、怖いので。この人が出てるから、もうこことのここがもうすごいだろうな。はい。ああ、またあれか。イベント最終日のあれになるわけか、俺は。ちょっと待って、最終日って仕事なんだ。今日11だな。休み、早で。入れの最終日か。やから大丈夫だ。心臓がまた。イベント期間中は心臓がまた。プレッシャーがすごいんじゃ。勝てる勝てへんとかになる時のプレッシャーがすごいんじゃ。押しつぶされそうになるんじゃん、あの瞬間。もうな、わからんでしょうに、みんなわからんでしょうに、わからんかもしれんけど、なんかみんながわかる感じでこうわかりやすく説明をしてあげたいんだがなあ、どう言ったらいいんだろうな、なんかあるんだわ。そのイベントの最終日のあの感じ、みんなもドキドキしてくれてる人はしてくれてると思うんやけど、なんかわかるということで、まあ今日はというか、もうこの枠は早々に終了いたしますんで、はい、また明日以降からになりますけど、明日以降なんでもう4日間でっていう話になるんで、なかなかね。あれですね、4日間で50万ポイント集めるぐらいの勢いで頑張ります。勢いでね、はい。もう俺そんなになったことないんでちょっとできないと思いますけど、はい、そのぐらいの勢いで頑張りたいと思いますんで、よろしければ、はい、皆さんもね、ハートポイントとかね、応援いただければなと思います。ではありがとうございました。なんかもう押してしまったなって感じです。押してしまったって思ってます今。ちょっとこう心がざわざわするところで、今日のところはここまででございます。結局15分以内に収まらなかったっていうね、配信者あるある、何分で終わります、だいたい超えがち。はい、ありがとうございました。ではみんなの全財産を俺につぎ込んでください。さよなら。最後の開き直り、ありがとうございました。さよなら。